エリントン、そしてこぼれ、山岸、今シーズン初ゴール、ここ一番で決めるのがアビスパ福岡のエース山岸です。土壇場追いつきました、1対1。さあ福岡のサポーターが湧き上がる、鶴野だ、鶴野仕掛ける、仕掛ける、戻して、山岸、こんなドラマが待っているとアビスパ福岡、なんと山岸アディショナルタイムで2ゴールです。福岡大逆転、2対1。そして蹴る側からすれば時間がかかった中で山岸どう蹴る、逆転だ、福岡先生、シュート、前田シュート打てるか、山岸決まった、福岡のエースストライカー山岸が決めました。本の中2人、大外の山岸折り返し、決まりました、見事なヘディング、チームトップの4得点目。さあ反撃を開始しました、アウェイの福岡1点差。ガンマが一つ警戒していた福岡のセットプレー、中央、山岸、山岸がアビスパ福岡の J1 通算400ゴール目を挙げました。アビスパ福岡が先制。という思いでしょうか。いや、そうですね。ただここはボールを奪ったアビスパ、山岸から佐藤、佐藤のシュート、前広いウィックからつながる、こんなのシュートだー、鮮やかなコンビネーション、中央を下しました。奪えばチャンス、前島、山岸から右、さあチャンス、今度シュートだー、ゴール、今度1対2。
ラストパス金森山岸のラストパス追いつきましたアビスパ福岡ザマ前線へ山岸セリカックツルロが追いかけていくツルロ行く左足1点返しましたルキアンエリアの中に入ったルキアン横パスから戻して金森先制アビスパ福岡です脇坂がフォローはしたんですがこれ収めるんですよね山岸ね、はい、山岸収めます、はい、こちらの今セル近藤ですライクが来ましたけどもファーストのポジションが非常にいいですねアビスパからすると佐野に入った小田がクリアをしていくルキアン収められるか山岸腕で収めてルキアンにつなぐというのもあると思いますけどね、はい、地面のところ宮が対応柳岸胸で落として今野、はい、さあ終盤で1対1同点に持ち込みました橋のクリア山岸うまくつなぎますだから今年この天皇杯を落とすと2年連続無冠ということになってカットイン今野浮かせた山岸だそのアビスパ山岸胸トラップ収められるか佐藤亮太とのマッチアップ右サイド今野のボールあいいボール入った山岸戻して前ブリントンの残しこれが山岸パスにしました佐藤亮がだ決定機ですねやっぱ山岸のアイデアは面白いですね金森からルキアンさあ山岸が抜けてくる中央から金森だ金森よく止めました佐々木浮いてるんですよすごい、はい、これはタッチが柔らかいですね自分でも狙えますし味方も活かせますし良い選手ですね。いや本当ですね。素晴らしいですね。ドグラス・グローリは前にとても強いんです。山岸もヘディングは強い。体入れるのもうまい。まあ、立ち上がりなので長めのボールが多いかもしれませんけども、はい、今日は両監督言ってますけど、セカンドのところとマルセロ・ヒアン、伊藤へのボールは繋がりませんでした。で山岸。山岸が残して抜けてきたぞ佐藤だ佐藤後ろに残っていた奈良ルーズボールドーレスクローリー小田のヘディング中央山岸戻して鶴野のシュートさあその入れ口とのワンツーだ金森折り返して高い力山岸ルキアコンノからのボールヘディングアットもう一度押し込んできましたが小田さあサイドから入ってきた前を向いた山口そしてルキアンを使っていく中には金森がいるいや素晴らしいですね、はい、さあ入れ替わるか山岸から金森ミヤが当ててというシーンでした山岸から裏コンノにはなるかなというふうには思いますね両チームともですけど、はい、やっぱりプレッシャーこのボールが山岸に渡った山岸そのまま中あっと西尾ちょっとこれまたセレッソをもったいない失い方になってしまったそしてルキアンダー戻して前佐藤山岸前ああいうのうまいですね山岸ねルキアン山岸から山岸、金森シュート山岸が前を向いて倒されましたいや今のコントロールなんか非常にうまいですよね中マテウスが拍手をしました山岸入れ替わったかヒールで今度に繋いでたら武士が戻ってきた金森そして入れ口いいと思って山岸おっと小田が縦に入れます山岸はこういうところに時間を作ってくれます出して横おー山岸を見ていたヒール金森山岸ルキアンに収まったルキアン
山岸、素晴らしい、ナイスセーブ、森田のスーパー、自分からスライディングプレーを流した井口からルニア、山岸、惜しくも前には今度がいる、中央、山岸こぼれた、打てるか、能力の高さありますね。収まって山岸、前のパスにしました、山岸もパス、前の左足、ナイスブロック、ローラクロール、小田のワンタッチ、山岸のフリック、山岸のワンタッチ、今度胸トラップ、佐藤キープ、中にしっかり枚数を残しておこうっていうところがありますよね。なので井口選手がそこまで下がって対応してますよね、はい、遠目から打ってブロック、山岸、前にはルキアンが待っている、前に送ってルキアン、クリアします、今野、そしてつながる、山岸から裏へルキアン、宮澤とのマッチアップ、ここには山岸、裏に出た、さあ今野だ、1対1、須賀戻る、田中俊太は駆け引きを行っています、そのルキアンスルーして山岸、面白い、湯沢へのボールだ、ルキアンだ、ヘディングで競る、セカンドボール山岸が拾う、スルーパス前島、トミーが止めている、繋がりません、山岸が回収、宇賀への動き出し、鶴野落として前のシュート、山岸が裏に抜ける、その山岸へのところ稲垣、ただ山岸が奪い返した、山岸前へ繋がるか、盛り返せるか、梅本、まあ、1人アンカーという形ですがボール奪う、ビリントンから山岸、藤井との1対1、前島、前田が奪う、ただ細かく繋いで山岸のシュート、中央、山岸、ここは山岸シュート、ゴールの上でした。後半の立ち上がり